はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校受験対策動画の詩集シリーズ第3弾をお送りします。で、今回この7問ですね、また実際に出されたね受験問題使わせてもらってるんですが、これやっていきますので、まずねぜひこの状態でチャレンジしてみてください。で、ちょっとねやってみて不安なのがあれば、今からね自分の方が全部解いていきますんで見てもらえたらと思います。よし、じゃあ早速ね、まず1番から解説ねやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ下げます。ちょっと待ってね、いくよ、よいしょ。はい、工事が始まったこれね、近所っていうかお隣さんの工事が激しくてね。で、一応今回は自分は1分02秒ですねでございました。まあ、前回の、まあ、詩集ね、2番の詩集第2弾か見てくれた方は、そっちの方が、まあ、難しく感じたかもしれないです。こっちの方が前回よりは優しかったかなと思います。では行きましょう。で、まず1番ですね。で、おそらく、まあ、これ詩集シリーズ今ポンポンポンってね撮ってきてますけど、第1弾からやってくださっている方であれば、なんとなくね、こう、あ、同じようなパターン出てくるなっていうのはだんだんつかめてくると思います。これまだしばらくこの後も続けていきますけど、例えばこれもね、何を引っ掛けようとしてるのかなっていう、そこまで分かったらもうかなりグッドです。状態としては。これは、もう先に足し算をするミスを誘ってるんだよね。だから足し算が先に来て掛け算が後ろに来るっていう。で、大事なのは掛け算を先にやんなきゃいけないんで、ここですよね。4×-1/2。こっちを先にやります。で、これ掛け算なんで、まあ普通にこうやって約分してしまって、まあ2ですよね。1分の2。で、マイナスだからマイナス2になります。つまり、6、マイナス2、まあ、6プラスマイナス2って考えてもいいですけど、6マイナス2となるので、これは4だよね、と。これでまず1番、終了ですね。で、2番も、まあ、問題ね、受験の問題なので、何かしらミスは誘ってることのが多いわけですよ。で、これを何を誘ってるかっていうと、マイナスを配るときに符号をミスさせようとしてるのかなっていう。ふうに、まあ、そんなね、ミスを全部考えなくてもいいですけど、なので、きっちり書くなら、まず前は、このまんま書いてあげて、このマイナスを A とマイナス 7A に掛け算で両方配ります。で、まあ、マイナス1なんだけどね、本当はね。だから、それぞれの符号を変えればいいから、マイナス A、そしてこっちも、変えて、プラス 7B としてあげると。で、A 同士、B 同士を、そうだね、これね、A 同士、8A とマイナス A 計算して、7A、B とプラス 7B 計算して、プラス 8B。で、これで終了だと。文字が違うからね、この後足し算できないんで、ここで終了です。で、次これ、計算しろということなので、まあ、展開ですよね。で、公式使った方が圧倒的に簡単です。で、どの公式使うかっていうと、これですね。展開の公式。だいたい4番目に習うかな。みんなの学校で違うと思うけど、自分のイメージは最後に習うイメージなんですけど、括弧が2個ありますと。で、中身、よくこれパーツって言い方をしちゃうんですけど、XY、XY って言って、パーツが同じなの、それぞれ。今回だったら、ルート5、ルート3、ルート5、ルート3みたいな感じ。ただし、プラスとマイナスで、ここだけ符号が違うよっていう状態。これの公式が、x2乗マイナス y2乗なんだよね。展開の公式で。っていうのを知ってれば、まず、左のパーツ、まあ、x のとこだよね。がルート5なんで、ルート5の2乗。ルートっていうのは2乗したらルートが外れるので、ただ単に5になります。で、引くでしょ？y の2乗。y って今ルート3のことだから、ルート3の2乗。同じようにルートが外れるんで3。つまり5引く3で2みたいな。これがちゃんとした解き方。でも、まあ、公式をね、度忘れしてしまったりとか、あれ、どうやってやるんだっけみたいな。風に思ったら、もう究極の技は全部掛けです。括弧の展開だったら。全部掛けてあげればいい。俺が、だから全部掛けって俺が言ってるだけなんで、学校で言っちゃダメだよ。ね。何それって言われるからね。だから、ルート5かけるルート5。このルート5をこっちとこっちに配ります。で、ルート3もこっちとこっちに掛け算する。つまり、計4回掛け算するんです。そうすると、ルート5かけるルート5で5です。まずね。ルート25になるからね。まあ、ルート同じもの同士掛けると、結局2乗と一緒なんでルート外れるんですけど。で、こことここ掛け算すると、マイナスルート5、3、15だね。マイナスルート15。
ここ掛け算するとプラスルート15、ここ掛け算するとマイナスになってルート3、2個だからマイナス3。結局こう消えるんだよね。同じルート15でプラスとマイナスだから消える。残ったの 5-3 同じじゃんみたいなってやっても解けるから。受験っていうのは綺麗に解かなきゃいけないわけじゃないんです。途中式書く問題は違うけど、だから解ければいいのね。これで3点4点取れるわけなんで、ぜひねかすめ取ってください、得点はね。で4番です。一次方程式なんでもこれは普通に解いていく。でまずここですね、括弧の前に8がいるので配りましょう、これを。で、まあ、一回書くか。 9x プラス2イコール8、配るから 8x プラス8です。で文字ついてるのを左辺に集めるんで 9x いいですね。 8x こっちに持ってくるとマイナス 8x です。ちょっと暗算しますよ。ここはいい、じゃあ書くか。 9x で持ってくるとマイナス 8x で、8はもともといて大丈夫。プラス2を右に持ってくると移行してるんで、符号変わってマイナス2。9x-8x はもう x です。で、8-2 で、6と。これで OK。じゃあ、ガンガン行きましょう。次、連立ですね。で、前回は連立なかったんだっけな、確か。で、四種の丸1の、四種の第1弾の時は連立ありましたけど、あの時は第2法のがね、使いやすかったんで、第2法でやったんですが、まあ、ここは形的に、まあ、第2法に持っててもいいんですけど、まあ、今回加減法でいきましょうかね。で、X のが揃いやすいですね。上に2をかければ、6で揃うんで、2をかけましょう。上に2かけるよ。そうすると、6X、2をかけて、2y。で、忘れずに絶対右辺にもかける。こうね、4に2をかけて、8になります。で、下はそのまま使いたいんで、いじらず、そのまま書きましょう。で、66消したいんで、引き算ですね、今回は。引いて、まあ、引き算の時は、丁寧にやるんだったら、引き算で決めました。それを、プラスに変える代わりに、下の部分の符号を全部変えますよっていう。こうやってね。慣れてない方はこうやるといいです。連立は。ここね、まあ、6-6で消えますと。2とマイナス5を足し算すると、マイナス 3y。8と7足すと15です。で、y イコールにしなきゃいけないんで、両辺マイナス3で割りますと。割るから、y イコールマイナス5となります。マイナス3で割るからね。で、これを、まあ、どっちかの式に入れるんですけど、まあ、上のが簡単かな。で、入れると、3x。y のとこにマイナス5です。だから、マイナス5。これは代わりに入れてるので、y 消えるからね。代入なんで、まあ、メンバーチェンジしてるんでね。y とマイナス5が。で、4が残ります。マイナス5こっちに持ってきて、まあ、4足す5で9ですね。で、両辺3で割るから、x イコール3と。じゃあ、あんまりこの書き方は俺しないんですけど、ちょっとね、場所の関係でこう書きましょうか。x イコール3、y イコールマイナス5となります。さあ、次が、二次方程式ですね。で、二次方程式については、基本的に因数分解できるかなって考えます。まあ、その前に本当はくくり出しできるかなって考えるのが先なんですけど。で、因数分解できるかなっていうと、これできるんだよね。カッコカッコが作れます。まあ、こっち x にして、x にして、かけてマイナス9になるペアは何かなと。まず9作るためには、1と9だよね、かけ算。く1がくと。あとはサザンがくでいける。でもそのコンビの中で、足してマイナス8にしたいんです。ってなった時に、じゃあ、マイナス9とプラス1で作れば、かけてマイナス9だし、足してマイナス8になるから OK だねと。で、こうなります。で、因数分解しなさいだけだったら、まずゼロがなくてね。だったらこれが答えなんですけど、二次方程式を解きなさい。まあ、イコールゼロ入ってるんでね。方程式解きなさいなので、こっから、まあね、この状態だったらね、もうここの数字、マイナス9とプラス1の符号を変えたものを答えでいいよという覚え方でいいと思います。ただ、何、先書こうか。マイナス9の符号を変えるんで、9変えるからマイナス1で、これで終了です。ただこの部分はですね、なんでこの解き方ができるか、ここの符号を変えるだけでいいのかっていうのは覚えておきましょう、絶対。で、簡単に言うと、ごめんね。ここ、掛け算隠れてます。
括弧の間ね、あるものとあるものを掛け算してゼロにしたいんですよ。ってことは、例えばこっちの括弧、ここね、がゼロになるか、もしくはこっちの括弧がゼロになれば、どっちかがゼロになれば、掛けてゼロになるんですよ。なので、x-9 がゼロになるか、x プラス1がゼロになればいいと。で、これを解くと、こっちに移行するだけなんで、x が9、x が -1 となるので、あの答えになるんです、これ。で、なんでこの話をしてるかっていうと、例えば、もうここの数字、符号があれば一緒って覚えちゃうと、受験時に割りかし出される。このね、これです。こういう、あ、まだイコールゼロか。コインが出てきた時に、あ、オッケーオッケー、こっから3でしょ、ここでマイナス5でしょって書いて×食らうっていうね。これ×なんですよ。なんでかっていうと、この技が使えるのって、x のとこに何もついてない時だけなのね。今、2がくっついてるんですよ。だから、本当は、さっき言ったように掛け算で繋がってますと。括弧の中身が0になる必要があるから、2x プラス5イコール0にならなきゃいけない。で、これ解くと、5をこっちに持ってくると、2x イコールマイナス5です。両辺2で割るので、x はマイナス2分の5になります。で、こっちは3でいいの。3で合ってる。だから3とマイナス2分の5が正解になります。なので、まあでも解いてる時にこれの方が早いんだよね、解くよりは早いから、ポンって言っちゃって構わないんですけど、これを使っていいのはこれがあるんだよって、でしかもこういう引っ掛けが出てくるんだよっていうのを頭の片隅にぜひ置いといてください。もったいないんでね、落とすのが。で、ラストです。関数今回入れてるんですけど、こういうのも入れちゃいます。ダイモン1とかに入ってるやつであれば、取ってほしいとこなんでね。で、y イコール3分の 1x 2乗なんで、二次方程式。で、嘘。二次関数です。で、x の値が3から9まで増加するときの変化の割合を求めます。で、二次関数ね。まあ、x の2乗ってここね。二次関数のときの変化の割合はもう技です。覚えちゃってください。ここの数字。3分の1かける x がほにゃららからほにゃららで言ってくれるから、この問題なので、その3と9を足すんです。これが公式っていうか技ですね。で、3と9足すと12だから、3分の12になるんで、答え4となります。これ変化の割合です、二次関数のね。で、これね、結構迷ってしまうというか、例えば、y イコール 5x-4。これ一次関数ね。二乗ついてないから。これの変化の割合いくつですかって言われたら、変化の割合ここの数字なんですよ。一次関数は。だから5って言えるのね。で、その時の印象が強い子は、これも3分の1って行きたくなるんです、変化の割合。あってあれでしょって、x についてる数字でしょみたいな。でもそれは一次関数のみなの。二次関数はここの数字に x からいくつからいくつって言われるので、それをまあこういう風に足してかけるっていう作業をすれば出てきますので、ここをうまくちょっと分けて覚えてもらえたらと思います。では今回は高校受験対策の刺繍シリーズ第3弾お送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、引き続き、まあ、第4弾も撮っていきますし、まあ、別のね、単元も撮っておりますので、もしよかったら、そちらの方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。